北朝鮮、金与え正氏の破壊予告を実行、爆破に込めた計算と思惑南北軍事合意は崩壊した。北朝鮮は16日午後2時49分、南北軍事境界線に近い同国の海上、ケソンにある南北共同連絡事務所を突如爆破した。軍事境界線近くの韓国側地域でも爆発音が聞こえ、煙が高く立ち上る様子が確認された。事務所は2018年4月の南北首脳会談合意に基づき、同年9月に海上工業団地内でオープンしていた。金正恩朝鮮労働党委員長の実妹、金与え正氏、金与正党第一副部長は、13日付の談話で、遠からず北南、南北共同連絡事務所が、跡形もなく崩れる光景を目にするだろうと予告していた。北朝鮮の一連の動きは、南北軍事境界線近くでの一切の挑発行為を禁じた、2018年9月の南北軍事合意の崩壊を意味する。朝鮮中央通信も16日、南北事務所爆破について、人間のクズとこれを黙認した者の罪の代価を受け取るという怒った民心に呼応して、北南間のすべての通信連絡線を遮断したのに、続き、我が方当該部門では、海上工業地区にあった北南共同連絡事務所を完全破壊する措置を実行した。16日午後2時50分、大きな爆音とともに、北南共同連絡事務所が悲惨に破壊されたと発表した。北朝鮮は今回の行動について、韓国の脱北者が5月30日に、金正恩氏を非難するビラ50万枚を風船につけて、北朝鮮に飛ばしたことが原因だとしてきた。金与え正氏は6月4日付の談話で、相応の措置を取らないなら、それが金剛山観光の廃止に続いて、海上工業地区の完全撤去になるか、北南共同連絡事務所の閉鎖になるか、北南軍事合意の破棄になるか、十分に覚悟すべきだとも警告していた。だが、予兆はさらに1ヶ月前から出ていた。北朝鮮軍は5月3日、北東部、カンウォンドの非武装地帯、DMZ にある、韓国軍の哨戒所に向けて、14.5mm 口径の、高射砲機関14発の銃撃を加えた。国連軍は調査の結果、北朝鮮軍による故意の行為かどうか判断できないとしたが、南北の哨戒所が 1.5km 離れている上、4発ともに同じ哨戒所に着弾していることから、故意だった可能性が高いと見られている。そして、北朝鮮人民武力部報道官は5月7日、韓国の海空軍が朝鮮半島西側の黄海で合同演習を行ったことを非難する談話を発表し、北南軍事合意に対する全面逆行であり、露骨な背信行為だと強調していた。北朝鮮は70年前の朝鮮戦争でもそうだったように、決して自分が侵略者だということを認めない。軍事行動を予告するときも、敵が 0.0001mm でも、領土を犯したらなどという理由をつける。一連の行動は南北軍事合意を破棄するための準備行動だったと言える。たまたまビラ散布という自分たちの行動を正当化する名分が生まれたため、これに飛びついたに過ぎない。北朝鮮が強硬手段に出た理由。北朝鮮がこうした行動に出る最大の理由は内政にある。日米間は自分たちの視点で判断しがちだが、北朝鮮にも同じように内々の事情がある。特に今回は一連の金与え正氏の談話などが全て国内向けメディアである労働新聞に掲載されている。つまり内政上、こうして行動に出る必要があったと言える。その第一は最高指導者、金正恩朝鮮労働党委員長の権威の死守だ。切り札のタイミングを失った。2019年2月のハノイでの米朝首脳会談、ホトバイゲティミッジス。金正恩氏は19年2月にハノイで行われた米朝首脳会談の成功を確信していた。ニョンビョン核関連施設の放棄と引き換えに国連経済制裁の一部緩和を獲得できると信じ、平壌からハノイ行きの列車に乗り込む姿から生中継させた。だが、結果は無残なものだった。
会談の後は年末まで米国の出方を見る、クリスマスプレゼントに注意しろなどと迫ってみたが、米国は動かなかった。19年末には、ジョンウン氏は、世界は近く新しい戦略兵器を目撃するとまで、述べて、大見得を切ったが、同じ頃、新型コロナウイルスの本格的な流行が始まった。当初は中国が混乱したため、そして次に、米国に感染が広がったため、米朝首脳会談を要求する切り札としての、新しい戦略兵器というカードを切るタイミングを、失った。丸つぶれになった最高指導者のメンツをどこかで回復する必要に迫られていた。第2は新型コロナウイルスによる経済的な困窮だ。北朝鮮は2月末、中朝国境を閉鎖した。現在、北朝鮮指導部が必要とする物資だけ限定的に中国から輸入しているが、全貿易の9割以上を頼る中国との交易がもう3ヶ月以上滞っている。北朝鮮が主に中国に頼る小麦粉や食用油などの価格は高騰し始めている。北朝鮮は混乱を避けるため市場での価格統制を実施しているので表面上の値段はあまり変動していない。だが消費者の買いだめ心理を見越した商人は市場では売らずに自宅や倉庫の陰など当局の取り締まりが及ばない場所で法外な値段をつけてこうした物資を売りさばいているという。外貨で国債購入を国民に指示。中朝交易が滞っているため外貨も稼げない。北朝鮮は今春2003年以来17年ぶりに国債の発行に踏み切った。市民たちに主に外貨で国債を購入するよう指示しているという。3年当時国債を購入したという脱北者は購入しなければ忠誠心を疑われる。嫌でも購入しなければならないと語る。当時は年利が2から 3% で10年後に現金と交換できるという話だった。一口当たり500ウォンで労働党員は最低10口以上の購入を義務付けられた。ただ誰も政府の言葉を信用していないためこの脱北者も10口購入したがどうせ紙くずになると思って、すぐに捨てたという。さらに、北朝鮮当局は、コロナ対策で住民の隔離政策を推進している。地域間の自由な移動ができなくなり、市民生活に大きな影響が出ている。こうしたもろもろの事情から、北朝鮮は何らかの挑発行動に出る必要に迫られていた。挑発によって、最高指導者の言葉に嘘偽りがないことを証明し、さらには市民の不満を外に向けて国内の結束を図るつもりなのだ。では、北朝鮮はなぜこのような強硬手段に出たのだろうか。北朝鮮はビラ散布を受けてこれに抗議する市民集会まで動員している。しかし最高指導者を批判するビラは北朝鮮指導部にとって隠しておきたい存在だったはずだ。ビラの存在を国民に公にしてまで自分たちの行動を正当化する必要に迫られた理由は何だろうか。大きな反撃は望んでいない。では、なぜ北朝鮮は南北連絡事務所の爆破という手段に出たのだろうか。米国務省のデビッド・ストラウブ元朝鮮部長は北朝鮮は絶対にスーサイドアタックはしないと断言する。北朝鮮は過去にも様々な武力挑発を行ってきたが、相手から大きな反撃に遭わないよう細心の注意を払ってきた。例えば、2010年3月の韓国軍、哨戒艦沈没事件でも、すぐに北朝鮮軍の仕業とわからないよう潜水艦による隠密行動を取った。2015年8月に南北軍事境界線で起きた木箱、地雷爆発事件では、北朝鮮軍は兵力を全身配備して韓国を脅したが、韓国軍が臨戦態勢に入るとすぐに南北対話を求め、矛を収めた。相手の反撃を受け、北朝鮮の市民がさらに起こるような事態になれば、最高指導者の権威を守るという本来の大目的が達成できなくなるためだ。今回爆破された南北共同連絡事務所は北朝鮮領内にある。韓国軍や在韓米軍の干渉を受ける恐れはほとんどない。また、
韓国のムンジェイン政権は北朝鮮と対決する姿勢を取るどころか、脱北者によるビラ散布行為を取り締まる姿勢を見せていた。文大統領は15日の会議でも依然、南北融和路線を推進したいとの考えを示している。北朝鮮の行動原理は、強いものには弱く、弱いものには強く出るが、北朝鮮は南北事務所を爆破しても、ムンジェイン政権が報復行動に出ることはないと計算したとみられる。次は何を繰り出すのか。では、今後事態はどのような方向に向かうのだろうか。金与え正氏が南北事務所の爆破に言及したのが13日。その後、実際の爆破に至るまで3日しかなかった。極めて短期間の行動で、さらに次の行動を想定している可能性が高い。金与え正氏は、海上工業地区の完全撤去、北南軍事合意の破棄にも言及しており、しばらくは、こうした言葉を実現する行動を重ねていくだろう。工業団地に残る施設の撤去や南北軍事合意が禁じている南北軍事境界線近くでの偵察行動や演習などを次々に繰り出す可能性がある。6月25日は朝鮮戦争開戦70周年にあたる。北朝鮮は従来この時期を反米月間と位置づけ、大々的な反米キャンペーンを実施してきた。今年も様々な市民集会を開いて米国を攻撃するかもしれない。また、北朝鮮は昨年から固体燃料を使った様々な兵器の試験を行ってきた。韓国のほとんどの地域を射程に収める多連装ロケット砲や短距離弾道ミサイル、潜水艦発射型弾道ミサイル、SLBM などの開発だ。昨年12月には大陸間弾道ミサイル、ICBM 用とみられる。固体燃料の噴射実験も行った。金正恩氏がこうした新兵器による抑止力を試したい誘惑に駆られているかもしれない。韓国軍の反撃を受けない状況でこうした兵器を使用し、米韓連合軍の対応を試そうとする可能性がある。